Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon. Yes, good afternoon, thank you. I'm so happy to come back here again. I'm so excited to see you all. なんてこう英語で急に始まったらみんな目がキョトンってなったので、ちょっと今から日本語でお話をしようと思うんですけれども、今ご紹介に預かった通り、私は室井あずさと言います。ちょっとね、絵をバーンって出してみたんですけれども、私は実は福島の出身で、大学生になると同時に東京に来て、でずっと今東京に住んでいるんだけれども、で私その自己紹介をする時によくハッピーなこととアンハッピーなことっていうのをよく言ってるんだけど、私幸せなことは何かっていうと、私Perfume の大ファンなんですよ。で今ミュージックスタートとかやったらもうすぐ踊れちゃうぐらい Perfume が好きで、そのぐらいもうのめり込むぐらい好きだったり、あとアンハッピーなことって言ったら女の子はよく分かってくると思うんだけど、バッグを入れ替える時にさ、スイカとかこう忘れがちになった時ね、駅のホームで「あ、今日スイカない」ってなった時はちょっとアンハッピーだったりするんだけれども、そんな今日は私のですね出会いにまつわるお話をちょっとだけみんなにと共有したいなと思っております。そんな中でですね、今私ハッピーなこととアンハッピーなことって言ったんだけど、じゃあみんなにとってのハッピーって何ですかね。自分の今胸に手を当ててみて、あ、私こんなことやってた時めっちゃ楽しかったなとか、俺こういう時やってる時超幸せなんだよねでもいいし、こんなことができたらいいのにな、こんなことができたらもっと嬉しいのになって思ったことってきっと、16、17年間生きてきた中であったと思うんだけれども、私にとってハッピーっていうのは実は英語です。さっき冒頭でもですね、英語でバーってちょっと喋ってみたんだけれども、実は英語を話してる時が好きっていうのももともとあるんだけれども、英語が好きだったからこそいろんなところにこう扉が例えばあったとしたら、いろんな扉を開けることができたなと思って、そこでいろんな人に出会えたし、全然今まで日本では出会えなかったようなものとか文化にも出会えることができて、すごく私は英語があってよかったなって思ってました。で英語にもともと出会ったのは実は小学生の時で、もともとなんか英語のちょっとリズムがかっこよくて、英語の歌とか歌えたらめっちゃかっこいいんじゃないかななんて思って始めたんだけれども、中学校になってどんどんのめり込んでいって、高校生になったら私絶対アメリカに行こうって決めてたんですね。でもやっぱり高校には普通に日本の高校入って、でどこかのチャンスでアメリカに行こうって思ってたんだけれども、なかなかうまくいかなくて、なんでこんな絵なのかっていうと、やっぱり環境がやっぱり福島の片田舎で育ったから、アメリカに行くなんてすごい大ごとになっちゃうんだよね。すごいこと言ってる子がいるんだけどってなったし、もちろん家族も女の子一人でアメリカなんか行けるわけないでしょみたいなで言われて、さっき紹介にもあったけど中学校2年生の時には実は兄がいたから行けたっていうのもあって、一人ではもう行けないよってずっと言われていて、で学校の先生に話をすると「進路どうすんの?」ってよく言われるじゃないですか。進路ねって、でも高校1年生とか2年生なんてあんまり進路の中にこうどうだったかなって自分振り返るとあんまり考えてなかったかななんても思ったりして、で友達に相談しても「あ無理だよやめなやめな」みたいな「修学旅行一緒行こう」みたいなこうノリで普通に「ダメ」って言われるし、で私はもうアメリカに行きたいっていう夢を諦めるしかないのかなっていう不安とか。すごいそれがストレスになっていて、毎日毎日高校がそんなに楽しくなくて、もう平凡にテストをこなして毎日を送ればいいんだなってずっと思ってました。でも私やっぱりどうしても諦めがつかなくて、どこかのタイミングでやっぱり行きたいって思ってたから、何か行動したらいいのかなって思ったんだよね。英語が好きだからアメリカに行きたいですって多分誰でも言えるかもしれない。でも本当に行きたいんだったらば、じゃあ行動してみればいいんだと思って、英語のスピーチコンテストに出たり、映画をもう字幕だけで見てみたり、例えばあとそうだな、英語留学をしたいって言ったから留学の情報資料を請求したり、自分で行動することでちょっとずつ周りの人たちの考え方も変わってきて、半年間かけてようやく私アメリカに行く機会をつかみました。チャンスをつかみました。英語が好きっていう一つの思いをずっと持って、その信念を貫いた結果、私はアメリカに行くっていうとうとう大きな夢を叶えることができたんだけれども、実はアメリカに行ったらもうすごいハッピーな幸せが待ってるのかなと思ったら、ものすごい辛くて、まず友達いないでしょ、全然英語喋れないでしょ、授業行ってる意味わかんないでしょ、宿題日本の3倍ぐらい出るでしょ、どうしようってなって、でお昼ご飯とかすごい苦痛なの。トイレとかで友達がいないからトイレで一人でピザを食べたりとか、そんな生活をしていて、私の思い描いていたアメリカ生活って全然違かったよなって思って、こんなにギャップがあるんだったら日本に帰ればよかったってすごい思っちゃったのね。で家族とか先生に言われたことをちゃんと素直に受け止めておけばよかったのかななんてすごい思ってしまって、すごいネガティブになってしまったんだけれども、ある日ホストマザーにこの言葉を言われました。You are the only person who can make your life forward, and you already have made your road. I'm very proud of you. って言われた時に、あ、私ここアメリカに来るっていう選択肢を自分で選んだし、自分でこれ掴み取ってきたんだなって。今まで自分は無我夢中で気づかなかったけど、そんな風に自分で自分の進路をちゃんと決めて頑張ってきたじゃない、すごい誇りに思うよ、だから頑張ろうって言われた時にハッと気づいて、あ、そうだ、私は英語が好きだったんだなって、一番最初の思いにもう一回戻って、ここから私は快進撃を食らわしてですね、日本に売ってるワタパチとかキティちゃんとか、そういう日本のすごいこうかっこいい文化っていうのをみんなに紹介して、1人2人10人20人50人どん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 、友達を作っていって、帰る頃には本当ずっとこれで悩んでたけれども、帰ってきてからも留学してた時もこの困難に立ち向かってってよかったなって本当に心から私は思ったのね。で私やっぱり普通に高校生活を送るのも私はすごく良かったのかもしれないけれども、やっぱりちょっとした勇気を持って行動してみて、こんなに人生が変わるんだなっていうのを高校2年生の時に味わいました。で絶対日本ではできないような経験もたくさんできたし、本当に一つ一つの思い出が私今でも17歳の思い出が今でも心に残っているのね。でみんなに伝えたいんだけれども、私今も言ったんだけれども、やっぱり自分がやりたいなって思ったこと、さっきみんなに胸に手当ててちょっと自分でハッピーだと思うこと何って聞いたんだけれども、あ、こうだったらいいのになとか、こんなことやりたいなって思ったことを勇気を出して行動してみる、勇気を持ってみる。どうせダメだろうなって言われるかもしれないし思われても、自分の勇気があったら絶対に挑戦できるから、絶対にチャレンジできると思う。でチャレンジをするまでの間にいろんな困難があるかもしれないけれども、一つずつチャレンジをしていくための準備を経て、チャレンジをした時に自分では今まで感じなかったような経験を絶対することができると思うのね。その経験をした時に私はこれを忘れないでほしい、感謝の気持ちを忘れないでほしい。私はみんな悪口で私にアメリカなんか行っちゃダメなんて言ったわけじゃなくて、私のことを思って心配してくれて、みんなどうするの、こんなんじゃダメなんじゃないのって言ってたんだなっていうのを言ってから気づいたのね。行くまでは全然気づかなくて、意地悪なことばっか言ってるとか、また始まったとかって思ってたんだけれども、実は本当に心から応援してるしサポートしてくれてる人がいるから、ああいうことを言ってくれたんだなって。その人をもっと自分の夢のサイドにつけるためには、自分がこのカレッジ、勇気とチャレンジ、挑戦する気持ちを持っていかないといけないんだなって私は思いました。今、高校1年生2年生ですごい楽しい生活が待っていると思うし、送っていると思うんだけれども、ちょっとこんなことしたいけどできないなとかで、もうすぐに自分で決めるんじゃなくて、まずは一回自分で勇気を出して言ってみる、勇気を出して行動してみる。そして1回ぐらいこうダメだったなって言ってしょげないで、何回でも立ち上がって何回でも頑張ってみたら私はいいと思います。みんなのこれからの高校生活、もしくは高校終わってからの生活の中で、この勇気と挑戦する気持ち、そして感謝の気持ちっていうこの3つをどこか頭の片隅に置いて、やりたいことを無我夢中でやれるハッピーな生活を送ってほしいと思います。それがみんなのハッピーなライフを作る一番最初のステップになると私は信じています。ありがとうございました。